はい、こんにちは、シアスカです。今回の動画のご視聴感謝しています。ありがとうございます。今回は、最善を尽くすというテーマのお話を聞いていただきたいと思います。最善を尽くすという言葉を、まあ、国語辞書とかで調べると、取り得る手段を、ありとあらゆる手段をすべてやるというような言葉が出てきます。 取り上げることができる、やることができる手段をすべてやるというのが、まあ、最善を尽くすという意味で、まあ、出てきたりするんですよねで。私たちがやることができるのはこの最善を尽くすところまでなんですねで。大事なのは結果というのは管理することができないんですよ。まあ、残念なんですけど結果というのは管理することができません。 だから自分が思い通りの結果を出し続けるということはできないんですね。結果というのは私たちの,その才能とか努力の外にあるものなんです。ね、私たちはついついね、こうなんか才能とか努力というものを過信して、ね、結果が出ないのは才能や努力が足りないからだとか、ね、逆に結果が出たのは才能や努力のおかげなんだっていうふうに、まあね、かなりこう 単純に考える傾向があったりするんですけど実際はそうじゃないんですね。もちろん結果を出すための才能とか結果を出すための努力っていうのは、まあ、結果を出すために必要なものであることは間違いないんですけれどもそれはねパズルの、まあ、例えば100ピースのパズルの1ピースとか2ピースには間違いなく才能とか努力っていうのは入ってるわけですよね。 入ってはいるんで,すけどでも結果というのはそのねものすごくたくさんのいろいろな要素が複雑に絡み合った結果できるものなんですよね。まあ、それこそ時代の流れだとか、ね、今自分がいる状況環境とかねそれこそ人間関係相手の都合とかね もういろんな要素が、ね、複雑に絡み合ってそれこそ本当に算数で計算することができないあの、ね、数学上計算上ありえない本当にいろいろな複雑な要素が、ね、絡み合った結果何か一つの結果というのが出てるわけです。 ね、だから才能があったからうまくいったとかね才能がなかったからうまくいかなかったとか努力をしたからうまくいったとか努力が足りなかったからうまくいかなかったとかそういうこうねこう単純なものではないんですねだから私たちは結果を、まあ、管理することができないんですよで毎回毎回自分の思った通りの結果っていうのを出し続けるっていうことはできないんですねで結果というのは管理の外にあるわけなんです ね、で管理できないものを管理しようとすると、ね、結局心穏やかに生きるということは不可能ですよねで管理できないものを管理しようとしてたら絶対に、まあ、自分が、ね、思った通りならないっていうので、ね、あの常になんか、ね、心配したり不安になったりっていうことで生きないといけないわけですよで管理できないものは管理できないでいいんですね思った通りならないものは思った通りならないでいいんですよ 結果を出すために、ね、才能を磨く。これすごく大事です。ね、確かに大事なんですよ、ね。100ピースのパズルの中に才能っていうのは間違いなく入ってるんです。ね、でまた結果を出すために努力をするということも、ね、大事は大事なんですよで。それも結果を出すための100ピースの1ピースには入ってるのは間違いないんですね。でも才能を磨いても努力をしても自分の思い通りの結果が出るわけではないんですよ。 出ないいことの方が多いんですね実際はだから大事なのは管理できない結果を管理しようとするのではなくて管理できるものを管理するってことが大事なんですよね。で管理することができるものって何ですかって言ったらこれは自分の言葉と行動なわけです、ね。自分の言葉と行動は管理することができるわけですよ。自分の言葉と行動ですからね。 でそれによって最善を尽くす、考えられるだけの全ての手段をやると、全部やるということが大事なんですよね。で、最善を尽くした結果、ね、もちろん目標が達成できたとか、結果を出すことができたっていうことであれば、もう言うことないですよね。もちろん最高です。 でも人生っていうのはねあのその最高がずっと続くっていうわけではなくて、ね、自分が才能を磨いた努力もねやれるだけの努力をやったでも結果は思い通りにならなかったっていうことはねよく起きることなんですよね実際はね結果は管理することができないし管理できないものを管理しようとすると、まあ、自分が苦しくなるだけなんですそして自分の進む道がね あの見えなくなくってしまうんですよ結果という管理できないものを基準に、ね、自分はどっちこれからどっちに進もうっていうことを判断すると、まあ、自分の進む道が見えなくなくってしまうんですね大事なのは結果そのものではなくてその結果を出すための途中過程として最善を尽くしたかどうかっていうことがとても大事なんです。 そして最善を尽くしたならばもちろんね望む結果がそれで得られたっていうのだったらもう言うことないですよね何の問題もないわけですでも最善を尽くしたにもかかわらず望む結果を得られなかったと、ね、目標が達成できなかったとしたならばそれでもね前進なんですねそれでも最善を尽くしたということそのものからやっぱり私たちはね多くのことを学ぶことができるしね自分自身を成長させていくことができるんですよ だから結果によって人っていうのが、ね、成長していくのではなく、ね、最善を尽くしているその過程によって人っていうのは成長していくんですねだから最善を尽くしていることそのものでもうすでに結果が出る前すでに、ね、その人の在り方としては100点満点の在り方をし,しているとある100点満点の在り方で生きているということが大事なんですで じゃあ最善を尽くしているかどうかっていうのが、ね、いつわかるかっていうと、ね、あの実は結果が出た後にわかるんですね結果が出た後にわかるんですよもし、ね、望む結果ではなかったと、ね、目標が達成できていなかったと望む結果ではなかった時に後悔の気持ちが出てきたならばそれは、ね、最善を尽くしてなかったんですね。まだやれることがあったんですよね。 まだ一生懸命考えてもう頭を使って懸命に考えて考えて考えればもっとねいいアイデアが出てきたかもしれないしもっとやれる手段っていうのが、ね、出てきたかもしれないんですよ。そして、ね、あの実際もしかしたら、ね、思いついてたにもかかわらず、ね、何らかの理由で、ね、やらなかったということがあったかもしれないんですよ。 だから、あ,あの時ねあ、もっとこうしとけばよかったとかね、あれもやっとけばよかったとかね、そういう後悔の気持ちが出たとしたら、ね、まだねザ、最善を尽くすことができてなかったんですよ。ね、その時は、ね、本当にもっと、ね、あの目標達成に向かって、 真剣に真剣に頭を使って考えて考えて考え抜いてそして思いついたことっていうのは全部やるというそういう態度っていうのを作っていくっていう必要があるんですねでももし最善を尽くしていたならばね最善を尽くしていたもう本当にねあの自分はね、まああの絶対今回は目標を達成させると夢を叶えるとだから自分はもう考えられるだけ考えたと懸命に考えられるだけ考えたと やれるだけのことはすべてやったという最善を尽くしたという態度であったならばたとえ、ね、本当の欲しい、ね、結果ではなかったとしても望んでいた結果ではなかったとしても絶対に後悔という気持ちは出てきません湧き上がってこないんですね。 もうね仕方がなかったっていうふうに、ね、割り切れるんですよ。もう仕方がないと。ね、あれだけ懸命に考えてこれだけ一生懸命努力したにもかかわらず望む結果が出,ら出なかったというのであればもうこれは仕方がないと、ね、いうふ、ね、うに割り切れるんですよね。でまた次、ね、頑張ろうとまた次挑戦しようというふうに、ね、次にさっとこう、ね、あの心が向かっていくことができるんです。 だから最善を尽くしたかどうかっていうのは自分の心が知ってるんですよ。ね、結果が出た後に後悔の気持ちが出たっていうことであれば、ね、まだ目標達成とか夢実現に対しての真剣さっていうのに、ね、あの余裕があったっていうことなんですよね。まだまだねあの考えられることっていうのがあったし、もっと一生懸命考える必要があったし、ね、やれることをね、やる必要があったんですよ。でも望む結果が出なかったたとした時 に後悔の気持ちが出てこなかったとしたならば、もうね、あ、これは仕方がないと。あんだけ考えて、これだけやれるだけのことを全部やったにもかかわらず、ね、結果が出なかったということだったら、これは仕方がないと。ね、だけど、ね、このね自分が一生懸命取り組んできたこと、途中過程と欠陥によって、多くのことを学べたといろんなことを考えることができたと。 いうのであれば、ね、もう心がね、仕方がないって簡単に割り切ってではまた次、ね、今度こそ目標が達成できるように次こそは夢が叶うようにということで、ね、あの次の、ね、新しい挑戦に、ね、すぐ、ね、迎えるようになるんですね。だから最善を尽くしたかどうかっていうのは自分の心が知ってるんですよ。ね、自分の心から湧き上がってくる感情によってああ自分は最善を尽くしたのか尽くさなかったのかっていうのが分かってくるわけですね。 で、そして結果は管理することができないっていうのは必ずしもね。マイナスのねことばっかりじゃないんです。結果が管理することができないってなるとなんかね。自分がね思い通りにならないとね。自分が一生懸命才能を磨いても努力してもね。結果は思い通りにならないって言うと、何かねマイナスの感じがするんですけど、必ずしもマイナスだけじゃないんですね。プラスもあるんですよ。 プラスって何ですかって言ったらね自分の想定以上の結果が突然出ることもあるんですよ。ね、例えば人は、ね、あ過去ね、今までこういうこれぐらいだったから、まあ、次はこれぐらいかなみたいな、まあ、そういう,、ね、こう結果を、ね、頭でこう事前に予想するっていう、まあ、そういう傾向がありますけどもし本当に最善を尽くす最善を尽くす最善を尽くすということを続けていくとね ある時突然ねもう自分の想定をはるかに超えるような大きな結果を、ね、突然受け取れるような時っていうのもあるんですねだから結果が思い通りにならないとか管理できないっていうのは必ずしも悪いことばっかりじゃないんですよ。なんかね自分が最善を尽くすというのを続けていくとその自分の成長をなんか、ね、目に見えない、ね、えところ、まあ、例えば宇宙とか地球になんか、ね、貯金してるような感じなんですよね。 自分は最善尽くしましたと、ね、そので一生懸命考えられるだけ考えて努力するだけ努力しましたとねっていうのをずっと続けていくとそれをねなんか目に見えないところに、まあ、宇宙なら宇宙地球なら地球にこう貯金してるような感じなんですよねでそうするとある時突然ねあ今,回今までこれぐらいの結果だったから今回はこれぐらいいけたらいいなとかって思ってた時にものすごい大きな結果がいき,いきなり ドーンとこういういうに与えてもらえるるよようなことがあるんですよそれはね今まで最善を尽くし続けてきたなんかねご褒美みたいなのを受け取れるような感じなんですよね。だから良くも悪くも結果っていうのは自分の思い通りにならないんです、ね。毎回毎回必ず自分が望む結果を受け取れるわけではないんですけれどもしかし自分の想定をはるかに超えるような結果を突然受け取ることができるようになったりもするんです。 だから、ね、管理できない、ね、結果の方に気持ちを、ね、取,れ取られるのではなくて管理できる方に気持ちを向けるんです。ね、結果は管理できないんですよ。ね、だからもう自分が最善を尽くしても、ね、あのどんな結果が出ても構わないともう自分は考えられるだけ考えたしやれるだけのことはやったというふうに思えるぐらい、ね、やっぱ才能を磨いたり努力はするんですね。 そしてもう結果はなんかね、もう任せるって感じなんですよね。もう結果はね、こう天に任せるとか、運に委ねるみたいな、そんな感じなんですよ。で、そして、実際そういったことを繰り返していく。才能を磨く、努力する、ね。そして結果を受け取る。で才能を磨き、努力をして結果を受け取る。まあ、そういったことをずっと続けていく中で、 結果的にねある時ねそれがこう結局最善を尽くすというなんか貯金みたいなのが十分に溜まった状態だと、ね、ある時突然ねものすごく自分の想定を大きく超えるような結果を受け取れるようになったりするんですね、まあ、それが奇跡だったりもしくは夢が叶う瞬間なんですよ だから自分がどう,どうにもできない結果の方に気持ちを向けるのではなくて、ね、自分自身が、ね、最善を尽くしたかどうかってことに気持ちを向けるってことがすごく大事です。ね、結果は管理できないと。だから管理できないことを一生懸命、ね、いろいろいろ結果について、ね、考える必要ないんですね。それよりもその結果が出るまでに自分の言葉として行動として最善だったか。 そしして最善を尽くしたか、考えられるだけ考えて、ね、そしてやれるだけのことを実際やったかっていうことを基準にするということが大事なんですね。でそうすると最善を尽くし続けた結果ある時突然ね夢が叶ったりするんですよね。そうすると、ね、過去の自分から見た時に今の自分っていうのは、ね、もうありえないと、ね、奇跡が起きてるとしか思えないっていうふうに感じられる時が来るということなんです。 ね、なのでぜひ最善を尽くすというのを生き方の基準にしていっていただきたいなと、ね、結果を基準にすると自分の、ね、進むべき道っていうのが、ね、見えなくなくります本当は、ね、正しい道を歩いているにもかかわらず途中,途中の結果が、ね、思い通りにならないからって言ってあ自分はこの道じゃないのかなとかって、ねね、勝手に、ね、こう諦めてしまったりするっていう場合があったりするんですけどそうじゃないんですね。 一回一回の結果を、ね、基準にしてたらね、とてもとても、ね、自分の道なんて歩けないんですよ。ね、それじゃなくて、ね、その管理できない結果の方を基準にするんじゃなくて、管理できる自分の言葉とか行動の方を基準にするんです。ね、そうしたときに自分はこれを、ね、最善を尽くしたと。 ね、あのとにかく自分のできるだけの思いつく限りすべてのことをやったというのを基準にするんですそうすると心は分かります、ね、あこれだったら仕方がないとあんだけ考えてこれだけやるだけのことをやったんだからそれで望む結果が出なかったんだったらこれは仕方がないとではまた次ね夢実現に向かって挑戦しようっていうふうにね思えるんですよねでそうやってずっと続けていくとある時突然大きな結果っていうのを受け取ることができるんですね、まあ、奇跡は起きるし夢は叶うということです はい、今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。